優しい、ありがとう。最近仕事中もコノさん頭に浮かぶ。お、それは重症やな。コノさんもやねん、好きよ、ありがとう。皆さんの握手は来年行くね。来年、来年ってめっちゃ後やないですか。もっと早く来て。メールの返信最近できてないからするね。ありがとう、見るね。ありがとう、アイチェルさん、ありがとうございます。だるま、マサボメさん、ありがとうございます。しげちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。キューキはみんな可愛くて困るくらい。そうね、みんな可愛いもんね。2021年、いや、そうや。JC に、JC なの？ JC やなくないよ、コーナーさん。JK やぞ。高校1年生よ。こんちくわ、こんちくわ。ゾンビさん、1000万円、ありがとうございます。夏に握手か、待ってます。ありがとう。最近メールの返信たくさんしてる気がする。してくれてるよね。なんか、そう、こんなハッシュタグのやつはできないからみたいな、こっちでしてくれ、なんかメールの方でしてくれてる、ありがとう。ダンス上達してくれね、ありがとう、嬉しい、ありがとう、見てくれてありがとう。コナさん最近女になったやん。そうやろう、やっぱ大人になったんですよ、16歳になって。やっぱりコナさん何、1日何通ぐらい返信あるの。え、こんな日によって全然違うかも。くなさんが中でも一番、うん、嬉しい、ありがとう。たくさんさ、めっちゃ優しいよね、ありがとう、めちゃめちゃ優しいね。ありがとう、本当にありがとうございます。お勉強してる？してないね、おバカさんになっちゃったよ。SK はココナさんしか楽しい。ココナさん楽しい？好き、ありがとう、楽しい。ココナさんはね、楽しがね、なんか少ないらしいよ。もうすぐ2年生よ、私。コナちゃんも、コナさんも好きです。コナちゃん、コナさんも好きです。おお。ケーキでコナさん気になるから握手買おうかな、買おうかな、お、お願いします、嬉しい、ありがとう。コナさんのモバイルも俺の携帯でも画像は見えるようになったかな、わかんないよ、見えるようになってるんじゃないの、もう。そうよ、まだまだこれからですよ、ありがとう。コナさんが出る公演いつも楽しみ、ありがとう。初めて会った時はジェシーだったのにね。そうよ、私はジェシーだった。そうやねん、みんなココナさんが好きってことじゃん、ありがとう、嬉しいよ、めっちゃ嬉しい、ありがとう。そうよ、楽しい少ないって言われたよ、握手会で。だからもっと頑張ってねって、だから頑張るね。大人ココナさんになってからまだ会えてない。そうよ、大人ココナさんにぜひ会いに来てね、待ってるね。大人ココナさん、ヒメタン倒した？え？そうよ、10期生が入るから先輩だね、その先輩になるからダンス頑張るね。じゃあ、かなり好きです、ありがとう。コナちゃん好きな番ある？何番でも好きよ。川島にメロンパンをあげた優しさが好き。
なんかね、どうしてもコナさんね、メロンパン買ったんだけどね、その時河内間と珍事幼稚園を一緒にやる予定で、だから河内間の分も買ってってあげたら、あの河内間がめっちゃ喜んで食べてくれたから嬉しかっためっちゃ嬉しかったよ。こんばんはでも無理してたか、体壊さないでね、ありがとう、優しいわさぼむさん、アイスありがとうございます。劇場でのうちわのこと内緒ですからね分かったよ、ありがとう。まさぼむさんありがとうございます。八がいいよ、選ぶならイニエスタっていうスーパースターの番号やか。8番がいいんだ、いいね8番。じゃあこれから8番って言った方がいいのかな。ありがとう、教えてくれてそうよ、かわちも優しい、今日もね優しかった、すごい可愛かったよじゃあ来てダンス教えてあげないとね。え、教えれないよ、コナさんの方が下手っぴだもん。みんなは上手いから、ダンスすごい上手かったよなさん絶対負けないでね、あんたたちは未来だから。おう、嬉しい、ありがとう、頑張る、頑張るよ。くなさんも優しい、ありがとう。野島かのさん、イニエスタ、何イニエスタとか、なんかそもそもよくわかんないSK のイベントで整理番号557番で運命を感じた。おお、すごい、557番、ココナさんだね10期とも仲良くなれるといいね。うん、頑張ります。でもコナさん恥ずかしいんだよね、恥ずかしがり屋なんやねんマサポムさん、いいね、ありがとうございます。ミツバチガールが好きです。コナさんも好き聞いたことない、サッカー選手、うん、サッカー選手ってのはなんかサッカー選手と予想したよサッカー選手っぽい名前だもん。ココーコーナーさん、こんばんは、こんばんは。公演数数え直したら1月5公演、くのさん見れてよかった。そうよね、なんかめっちゃいたもんだって、お見送りで、あ、またいるやんって言った覚えがあるのよ、めっちゃいたペコリめっちゃいた今年流行りのマスクよね。嘘、これはね、これなんか今日なんかめっちゃさ、みんなつけてるやつあるやん、ピッタマスクがなんか効かないから風に、だからなんかちゃんとしたマスクを買いに行ったらこれしか売ってなくて、なんか子供用みたいなやつを買いました。めっちゃちっちゃいのだからそうよ、後輩と絡むココナさんはそうよ、想像できないよ間に合った、おお、ありがとう。フォローしたよ、ありがとう。ケンシロウさん、ありがとうございます。そう、マスクが全然なんかちょっとしかなかった。ケンシロウさん、ハートありがとうございますありがとう。そうよ、めっちゃちっちゃいよ、なんかほら、なんかわかるめっちゃさ、本当はさ、なんかここまで隠れてほしいじゃん、なんかそうよ、目の周りキラキラ、そう、ここにね、今日めっちゃキラキラを塗りました岐阜から仕入れてきて、なんか岐阜のコンビニに売ってそうね、めっちゃ
岐阜はなんか薬局にはなさそうじゃない？どう思う？岐阜の岐阜にいる人ちょっと教えてください。マスク売ってましたか？そう、私はこれ名古屋で買いました。しげちゃんさん似合う、ありがとうございます。まるちかさんかわいい、ありがとうございます。僕もマスク買いに行ったら大人用なくてキッズ用しかなかった。え、だよね、やっぱり子供用しかないのよね。そう、え、モバメが楽しい。お、ありがとう。え、杉ドラッグ、あ、杉薬局、あ、売ってるんだ。売ってるのか。じゃあ買いに行かなきゃな、岐阜に。やっぱり岐阜は普通にマスク売ってました。ありがとう、教えてくれて。じゃあ岐阜で買います。あの、いっぱいの箱入りをね。会社にあるから。お店の見てなかった。いいね、それ会社にあるの。コナンちゃんは神対応握手。え、じゃあこれから神対応にします。学びたいと思います、先輩から。ね、先輩の握手さ、どんな感じなんだろう。握手してもらいたいんだけど、コナンさんも並びたい。そうよ、モバメの感じ。そう、めっちゃ変換っていうのを覚えました。変換をめっちゃして、絵文字もめっちゃ可愛いの使ってるの。可愛い。そうよ、かい、なに、ロブ、ロプブロスさん可愛い、ありがとうございます。ありがとう。そうね、ね、握手昔さ見たんだけどさ、すごかった。みんなの握手を見ました。あ、見たんだ。そういえば見たけど、なんか本当にさ並んでみたいよね。どんな感じなんだろう。神対応。コナさんの握手楽しい？あ、嬉しい、ありがとう。使用対応じゃないよ。ヘル2さん、使用対応じゃないよ。ありがとう。そう、え、メモみんな旧規制、多分メモみんな取ってたと思う。そう、そのね、見学をねしました。力士の手のココナーさんで握手してみたいでして。力士だよ、ほら、今日も力士。そう、メモ取ったよ。いや、なんかみんな須田さんのねところにね行ってね、メモ取るんだよ。そう、ヒロさん、お花ありがとうございます。ケーキで一番メモの誰。え、なんかももたんがなんかメモってた気がする。メモるべき、やっぱり。そう、歴史の手よ。コナさんのメール、え、文字化けってどうしたらいいんだろう。治んないのかな。そう、力士の手っていうのは手がなんかね、ナルピーさんがコナさんの手を力士の手って言ってくれたよ。すごい。サッカー選手なんだ、フェルニーって。わかった。鬼山さん、ありがとうございます。いや、え、文字化けしてないの。あ、鬼山さん、お花ありがとうございます。今なら誰の握手会を見学したい。え、佐藤加穂さんか相田さんやねん。
え、めっちゃね、見たいの、どんな感じか。そう、ケンシロウさん、お花とだるまとバラありがとうございます。マッスーさん、ありがとうございます。そうよ、マッスーさん、ハートいっぱいありがとうございます。マッスーさん、ありがとうございます。ケンシロウさんもありがとうございます。そうよ、え、なんかね、さとかほさんのね、さとかほさんはね、クナさんのことをね、ココナって言ってくれて優しいからね、ファンの人にもね、どんな感じなのか 見てみたい。ソーダさんと善悪って同じ連だったよね。そうだよ、めっちゃ面白かったよ。なんかね、ブーンをね、なんかブーンって言ってたよ。ケンシロウさん、ありがとうございます。しげちゃんさんもありがとうございます。おーちゃん、あ、せいながさん、せいながさんのは気に、せいながさんも見てみたい。どんな感じなんだろう。え、なんかせいながさんの握手はなんかお話を聞いてたい。そうよ、もう相田さんはなんかもうめっちゃ面白い。だからそう、善悪の時にめっちゃ面白くて、なんかファンの人もめっちゃなんかノリが良かったよ、相田さんの。なんかめっちゃ覚えてる。もうそう、そうなのよ、話に乗るのがうまいよね。そうなのよ多分。え、なんかね、もう曽田さんはねめっちゃ優しいのよ。コナさんは今のままでいいよ。本当？ありがとうね。複数レーンっていろんな人が来るから。そうなのよ、なんかそう、ソーダさんのファンの人がすごい、ソーダさん、もうソーダさんのことしか見てなくて、なんかすごかった。でもめっちゃ面白くて、なんかすごかったの、すごかったね。ユッチは声が大きい。そうよ、え、なんかでもユッチってめっちゃなんか飾り付けとかしてるからさ、すごいよね。そう、左でずっとハートしてんのね。なんかどうしよう、いける？あのね、ここ手離しちゃうとね発光しちゃうのよ。あ、星いっぱいありがとうございます、投げてくれて。うん、そうよ、クナさんはやばいやつじゃないの。今日はねちょっとなんか寝起きだからちょっと普通やねん。クナさんの握手元気もらえるのよ、ありがとう。ぺこぱの善悪クナさん来てくれたらいいからね、ありがとう。そう、左って大事だよ、めっちゃ大事よ、ほら。そう、神だから光る。そうだよ。いつかクナさん笑わせたい。お、お願いします。やばっ、声が大きいと端っこの連になるし、本当にそれ。やばいな、ココナさんになりたいです。おお、なってください。嬉しい、なってなって。そう、やば、もうめっちゃさ長い間ショールームしてるかもしれない。やばいな、じゃあもうたくさん、なんか今日はあんまいつもなんか見たことないさ、ファンなんか見てくれる方がいて嬉しかったです。そうよ、53分。お、そう、早く岐阜に帰んないといけないのでね、みんなねお腹空いてるよ絶対。ありがとう、見てくれてありがとう、ありがとうございます。
いっぱい見れて嬉しい。お、ありがとうございます。イエーイ。マルチカさん、ありがとうございます。今日初めて見に来ました。また来ますね。 ありがとう。イエーイ。岐阜に住んでるんですか？よ、住んでるみたいな話をありがとう。ありがとう、ありがとうね。あ、トワさん、ハートありがとうございます。じゃあもうすぐ終わりたいと思います。気をつけて岐阜に帰ってね。岐阜から名古屋に帰ってきたお兄ちゃんに、おお、ありがとうございます。トワさん、ハートありがとうございます。ありがとう。じゃあランキング読みます。13位マルチカさん、ありがとうございます。12位マロマロさん、ありがとうございます。11位リョウさん、ありがとうございます。10位銀河の踏切さん、踏切717さん、ありがとうございます。9位ニャー大佐、ありがとうございます。8位ヒロさん、ありがとうございます。7位ミツバチブーンさん、ありがとうございます。6位ゾンビさん、ありがとうございます。5位ケンシロウさん、ありがとうございます。4位チョロエミノさん、ありがとうございます。3位マサポムさん、ありがとうございます。2位シゲちゃんさん、ありがとうございます。1位鈴木はやぶささん、ありがとうございます。あのタワーを2個も投げてくれてありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとう、本当にありがとうございました。くなさんに癒された。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうございました。また見てください。ありがとうございました。くなさん大好き、ありがとう。みんな大好き、ありがとう。バイバーイ、ありがとうございました。